巻雲は海上自衛隊の護衛艦、山雲型護衛艦の2番艦で、艦名は刷毛で吐いたような形状の白雲に由来し、同じ名を継ぐ艦艇としては、旧海軍式並型駆逐艦2番艦、剣雲、遊雲型駆逐艦2番艦、剣雲に続いて3代目。巻雲は、 第2次防衛力整備計画に基づく昭和38度計画2000トン型警備艦2202号艦として、浦賀重工業で1964年6月10日に寄港され、1965年7月26日に浸水、1966年3月19日に収益、同日付で第2護衛隊軍令下に新編された第21護衛隊に、 山雲と共に編入され、佐世保に配備された。1977年12月1日、第21護衛隊が第3護衛隊軍令下に編成がえ。1985年、遠洋練習公開に参加。1987年2月20日、第21護衛隊が佐世保地方隊令下に編成がえ。1991年6月20日、 練習艦に種別変更され、艦席番号が TB-3507 に変更。練習艦隊第一練習隊に編入され、低傾向がアクに転籍。なお、練習艦への改造工事は、同年6月28日から10月24日の間で行われ、アスロック団行実習員行動に、士官寝室の一部が女性自衛官用に改造された。 1995年8月1日、除籍、ありがとうございます。